クラーケンは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、海の怪物クラーケンにちなんで命名された。モデルの一つと言われる、大王以下の模型クラーケンは1943年12月13日に、ウィスコンシン州マニトワックのマニトワック造船で、寄港した。1944年4月30日に、ジョン・ゼット・アンダーソン夫人によって、命名。 浸水し、9月8日に、艦長トマス・ H イチ・ヘンリー・中佐の指揮下収益する。収益後、9月27日に出港。シカゴから、ロックポートを経由して、浮きドックに収められた上ミシシッピ川を降り、10月4日に、ルイジアナ州アルジャースに到着した。10日後アルジャースを出港し、パナマ運河を通過、パナマ湾での訓練を開始した。11月4日に、 ハワイに向けて出港し、21日に、新珠湾に到着した。12月12日、クラーケンは、最初の紹介で、南シナ海に向かった。23日に、サイパン島に到着し、補給を済ませ翌朝出港。インドシナ半島沖の紹介海,海域に到着した。インドシナの紹介海,海域では、折から、 南シナ海に進撃してきた第38任務部隊の救助任務にあたる。救助任務期間中に、クラーケンは、後天の中歴新ン,ンの関西機パイロットを救助し、敵機の機銃装車を先行によって回避した。紹介任務では敵船を発見することはなかった。1945年2月14日、クラーケンは64日間の行動を終えて、フリーマントルに帰闘した。 3月15日、クラーケンは2回目の紹介で南シナ海に向かった。シンガポール及びサイゴンに対して攻撃を行う空母部隊の支援として南シナ海での救助任務に当たる。任務完了後、4月26日に43日間の行動を終えてスービック湾に帰島した。5月19日、クラーケンは3回目の紹介で南シナ海。 タイランド湾に向かった。最初の紹介海,海域で敵艦の探索を行った。もののとろに終わり、クラーケンは6月19日に、ジャワ海に移動。バンテン州のメラクに対して、砲撃を行い、ナンバー58立花丸を撃沈した。その3日後、8隻の船からなる敵船団を追跡した。クラーケンは、来撃により、輸送船と沿岸機船を撃沈。 砲撃により的苦戦艇を破壊し、三0三千トンの戦果を上げたと判断した。7月3日、クラーケンは45日間の行動を終えてに、フリーマントルに帰稿した。7月29日、クラーケンは4回目の紹介で、ジャワ海に向かった。ジャワ海での敵艦探索中に、終戦の知らせを受けたクラーケンは任務を終了。 8月21日に23日間の行動を終えて、スービック湾に帰島した。クラーケンは8月31日に、スービック湾を出港、真珠湾を経由して9月22日に、サンフランシスコに到着する。10月14日、クラーケンは、ハルゼー提督率いる第三艦隊の一部として、第三艦隊機関の戦艦サウスダコタラと共に、 ゴールデンゲートブリッジをくぐり凱旋した。その10日後、ワシントン州、ロングビューを訪問したクラーケンは、終戦後初の海軍記念日式典に参加。10月31日に、サンフランシスコに帰還し、1946年5月4日に、同地で退役し太平洋予備役艦隊入りし、長く予備役状態で保管された。 クラーケンは1958年9月18日に活性化のため、真珠湾海軍造船所に入居、スペインに対応するためのフリートシュノーケル回が行われた。改修後スペイン海軍の水兵が数ヶ月間、真珠湾で完熟訓練を行い、1959年10月25日にアルミランテガルシアデロスレースとしてスペイン海軍に就役した。官名は、 スペイン海軍の潜水艦のパイオニアである、マテオ・ガルシア・デロス・レイエスにちなんだものであった。長すぎる艦名はしばしば問題となり、AG デ・デロス・レイエスとのように省略された艦名が使用された。当初の艦番号は E-1 であったが、1961年に、ナトー式の艦番号が、スペイン海軍にも導入され、S-31 と変更された。 アルミランテ・ガルシア・デロス・レイエスは1960年代における唯一のスペイン海軍潜水艦でありトレインタ・ワイ・ウニコの愛称で呼ばれた。エイジー・デロス・レイエスは1960年1月後半にパナマ運河を経由してカルタ・ヘナまで巡航を行った。その後、エイジー・デロス・レイエスは1974年9月16日に退役し、スペインに正式に売却。 1974年11月1日にアメリカ海軍から除籍された。その後同系艦への部品供給艦とされたが、オーバーホールが行われ、ナルシソ・モントリオルに代わって1975年9月1日に再就役した。ナルシソ・モントリオルは前年の春に深刻な機関故障のため退役を余儀なくされていた。AG ロスレスは、 最終的に1981年4月に退役、1982年4月1日にスペイン海軍を除籍され、スクラップとして処分された。クラーケンは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。